MH23S ワゴン R。 今回ね、定番のね、液パン交換していきます。でまずね、10mm、これね、オイルゲージね、注意です。で、どっちかですね、プラスで、こいつがね、外した方が楽なのでね、外そうか。こうなると見るね、硬いのでね、注意です。あとは抜きで、ホースね、まあ、かわせたらホースかわして、あかんかったらね、全部抜いてね、取ります。まあ、外したところからいきます。で、何かがあればね、そこから動画回します。で、外してこの裏のね、このホース抜いて、差し込み、差し込み、あ、こいつやね、こんな感じでね、外した順番にね、遠くから置いてます。で、組むときは逆にね、手前からね、組んでいきます。これでようやくね、漏れてるところがね、見えます。で、クーラーガスはね、もう事前にね、回収してます。この辺ちょっとね、かわして、作業ね、始めます。で、綺麗にね、清掃しました。で、ダカのね、オーリングとかね、交換するのにね、ちょっと汚れてたらね、まあ、ガス漏れとかね、する可能性があるのでね、綺麗にしといてください。で、この10ミリがね、ちょっとね、難儀です。首、ちょっとね、首振りを使ってね、ちょっとこの辺から入れてみます。こいつ外した方がいいかもからね。一応ね、ホース抜きました。こいつね、バッテリーカバーにね、刺さってるだけなのでね、こんな感じで抜きます。もうこんな感じでね、首振りのね、バーでね、入りました。エバポレーターとかね、ちょっと曲がったらダメだね。ちょっと配管を持ちながら回します。ちょっと緩めたところからいきます。外れました。ボルトとかはね、取り付ける前にね、ちょっと清掃してね、取り付けます。下のね、パイプがこの上のパイプをね、押さえてます。で、下を抜いて上を抜くっていうね。液パンは変えるのでね、こじてもいいんですが、あまりね、このホースはね、こじないように。よいしょ、こんな感じでね、抜けました。で、ちょっとね、アルミの腐食してるのでね、ちょっと清掃して乾したところからいきます。で、パイプを外すとね、ここにね、六角見えます。で、この六角と六角の真ん中下がね、パイプのね、取り付けネジ穴になってます。で、この六角はね、4mm で、浅いのでね、注意、両手でやってください。で、これね、ちょっとね、あまりにも硬い場合、ここをちょっとモンキーで挟んでね、固定してね、回してください。ちょうどね、ここグッとね、モンキー入るので、で、ちょっとモンキーで挟んでね、緩めたところからいきます。こんな感じでね、やっぱりね、エバポレーターがね、こうねじれるぐらいね、硬かったです。で、硬い場合はね、ボルトが腐食してるのでね、ゆっくりね、こう締めたり緩めたりしてね、ちょっと腐食を取りながらね、回してください。この先のネジ山が潰れるとね、もう取り付けできないのでね、注意してください。じゃあね、ボルト外したところからいきます。こんな感じなのでね、
取り付けるまでにね、きれいに清掃しときます。でね、ここからが大変なのでね、まずね、ちょっと長めの代わりのボルトを入れてね、で、まあ、引っ張るようにね、で、あとモンキーでね、こういう感じでこじながら引っ張ります。ちょっと抜けたところからいきます。まあ案外ね、簡単に外れました。で、ここでの注意点ね、スポンジのゴミをね、入れないのと、オーリングはね、慎重にね、外してください。で、このオーリングね、ちょっとこれで浮かしてね、こうやってちょっとね、パイプに傷つかないようにね、上にこうっとね、押し上げてね、抜きます。ちょっとね、これはね、もう動画ね、ちょっと撮れないので、まあ上と下にね、オーリングがあるっていうね、感じです。よいしょ。え、パイプのね、オーリングね、外しました。容量はね、エバポレーターのね、オーリングと同じです。で、液パンね、部品確認してね、まあ取り付けていくんですがね、みんなね、結構これがね、難点いうかね、オーリングのね、このエバポレーターのオーリングと低圧のね、オーリングがね、もうそっくりなんでね、以前ね、僕もね、メーカーに聞きました。で、エバポレーターがね、さっき奥側ですね、奥側がね、この品番が 68H で、パイプ側がね 50G なんでね、これ間違えないようにね、してください。さっきね、こっちから入れていきます。で、入れるのはね、もうピュッと入るので、コンプレッサーオイル入れてね、ピュッとね、入れてください。落ちないようにね、注意です。ちょっとね、パワーエアコンのね、オイルね、塗りました。ちょっとね、難儀なので、まあ、こんな感じでね、ピュッとね、落とさないように入れてください。ちょっと入れたところからいきます。今日ね、休日なのでね、みんなが喋ってくるので、ちょっと仕事がね、進まないんですが、まあ、このオイルとかね、塗って、で、入れる方はね、こっちの方ですね。じゃあね、入れていきます。この上のね、スポンジが汚れてるのでね、ちょっと汚れないようにして入りました。よいしょ。で、ボルトね、入れていきます。で、ボルトがね、入らない場合はちゃんと入ってないです。入ってます。で、ここの注意点ね、奥まで入ってないのでね、ちょっとボルトを入れてからね、ちょっと押しながらね、入れていってください。まあ、ボルトね、締めたところからいきます。増し締めはね、モンキーでね、固定してください。で、パイプの方もね、オーリングつけてね、刺したところからいきます。で、パイプね、入れるときね、この低圧側にね、もう高圧側の引っ掛けをね、しながらね、両方ね、同時に入れてください。ボルトね、締めていきます。ボルトね、つけたらね、もう完成なんですがね、先にね、真空してね、
漏れ確認します。ちょっと真空引きする手前からいきます。これでね、真空引きしていきます。20分ぐらいね、経ちました。全くね、戻ってないですね。大丈夫です。じゃあちょっとね、組み付けてガスね、入れていきます。組み付けてね、ガス入れていきます。ちょっとね、半分ぐらい残ってるのでね、300ぐらいなので1本半ぐらいですね。まずね、そのまま入れます。真空もね、入れるのもね、低圧側から入れてください。エンジンかけます。もう一本ね、ガスを入れたところからいきます。で、今低圧がね 0.3 ぐらい、高圧がね、もうちょっとね、上がってほしいんですよ。 1.25 ぐらいで、ちょっとね、エンジンね、かけときます。ちょっとね、低圧の配管もちょっと濡れてきて、機器もね、いい感じになってきました。ちょっとね、メーター外してね、ちょっとパワーエアコンね、コンプレッサーオイル代わりにね、ちょっと入れていきます。パワーエアコンね、入れていきます。ちょっとね、エアを抜いて締め込んでいきます。濡れてきて、機器は OK で、まだ水がね、ポタポタ出てきてない。これでね、水がポタポタ出てきたら OK です。今回ね、液パン変えていきました。ちょっとね、ボルトのね、六角、外すときにね、潰したりとかね、その辺がね、ちょっとね、オーリングちょっと入れにくいとかね、いろいろありますがね、簡単な作業だと思います。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。